2つだけこう注目度を上げる意見を。やっぱりお金じゃないかな。夢がないと無理よ。ああ俺も同意見です。いまだに450万ですかね、最低でしょ。それでよくサッカー選手になりたいってやつ増やしたいって言えるなって思う。2人のやつやりましょうよ。だから俺らだけで、そっちがメイン。じゃあ監督やってくれって言われたらどうですか。できんもん。俺はブラジルで買えんから、ライセンス。いやいや、あのね、ライセンスあったとしたら、ライセンス取りに行ってんじゃないですか、今。いやいやいや、行ってないよ、もう。え、なんでですか、今のくせに。持ってるけど、そんな、そこまでのレベルじゃないじゃん。え、今何個ぐらい、C とか A とか。B とか。だから、B、A と S となるやん。いいじゃないですか、行ったら。それがないと何も始まらない。まあ俺が言ったらあれです。お前をしっかり招き入れるようにこう、こっちはしっかり準備してる。俺は馬みたいな牛の戦術とかものすごい今詳しいんですけど、サッカーは全くこう。馬でいいから馬にボール蹴らしといて、ちょっと11頭対11頭でやってみて。ものすごい喧嘩になるんですよ。これはもうとてつもない喧嘩になりますからね。しっかりシミュレーションしててくれ。サッカー離れてね。まあ外から見てるいろんなこうがっかりなことを来るんじゃないですか。まあ奈良さん、ちょっとこれはね、俺もねいろんなところで一気に出してるんですけど、この J リーグが注目度、こう代表がもうちょっと注目度を上げる2つだけこう注目度を上げる意見を。え、いやだからお前がやっぱり早く日本でサッカーの仕事をすればいいんだよ。俺関係ないですマジで。いや関係あるで。もう別にいいよ、名古屋じゃなくていいよ、だから代表でもいいよ。いや だからさ、だから段階があるでしょ。段階いらんよ、だから。今だって剣豪とかもちょこちょこ協会とか入ってるけどさ。ああ、まあ俺もそういう選手がやってくれるのも大番、もうほんと万歳な感じですよ。そういう選手がバーンって入ったらいいじゃん。まあ僕いつも言ってる感じですけど、ちょっとこうね、思い切ったことがないっていうのが最近こう J リーグ見てるとちょっとあれですけどね。人を連れてくるのはまあ奈良さんの言ってるもちろんだと思うんですけど、他にもう一つだけじゃあちょうだい。やっぱりお金じゃないかな。ああ、いいところ来ましたね。これもやっぱになんか合いますね。お金って言ったらなんか汚い感じするけど。いやいや汚くはないじゃないですか。でもやっぱ夢がないと無理よ。ああ、俺も同意見です。いまだに450万ですかね、あれが。最低でしょ？最低の、A 契約の最低540万かなんかじゃないですか。でもこれ、それは最低年俸じゃないからね。え、最低でこれぐらい出さなきゃいけないっていうのあるじゃないですか。この間聞いたらやっぱめちゃめちゃ低いやつもいるから。それで、よくサッカー選手になりたいってやつ増やしたいって言えるなって思う。やっぱり野球と比較するとこう夢がないっていうのは分かりますよね。夢ないね、やっぱね。だってこの間お前の YouTube 今さっき見たんだけど、はい、大谷さ見てくれてるんですか。ありがとうございます。いや見てなかったから今ついさっき見たよ。おいおいおい、対談するからっつってすぐチェックしてんじゃないっすよ、ほんとに。その前からチェックしてください。大谷の話だからさ、大谷とか、あのホームラン競争とかもさ、あんなにホームラン競争だけやで、あんなに。なんか おつまみみたいなもんっすよね、あんなの。あれで出ただけで、なんかニュース見たら1000何百万もらって、球団の職員になんかみんな大谷が配ったとかってさ、めちゃめちゃかっこいいし、夢あるし、なんか羨ましいっすよね。羨ましい。エンターテイメントの性もあるし、プロとして活躍したらああいう風になるっていうのが見えててすごくいい。奈良さんワールドカップ何回出たっす？4回でしたっけ。まあ1回しか出てない、プレーしてないけどね。なんかこれね、出たか出てない、メンバーに入ってんの4回っすか。4回よこれね。こう俺こう考えたことあるんですよ。こう世の中見てさ、こう4回ワールドカップ出てる人、よく計算してみたら、普通に言っても年俸4億5億ぐらいじゃないと、これはねおかしいと思うんですよ。1回も出れない人、俺1回しかないじゃないですか。
4回出てる人やって、もうね、俺世の中でも俺数少ないと思うんですよ。だこういうのってさ、 J リーグが大事にしなかったらどうすんだっていう話、これは正直に思いますよ。まあそうだよね、夢がないじゃないですか。別に自分がそうしてくれっては言わんけど、まあ、他にそういうやつがいたらやっぱりそうするべきだって俺も言いたくなる。4回ですよ、4回少なくともですよ、16年ですよ。トップクラスでいられなきゃいけないと。これはね、まあそれ J リーグもそうですけど、国もね、なんとか、なんだっけ、吉田沙保里さんがもらったやつ、国民栄誉賞か、これね、これに当てはまるんじゃないかなっていうのが正直ですよ。これ1回しか出てない人間として、どんだけワールドカップに出るの難しいかって体験してるし、だからそういうところも J リーグ目向いていかないと、これはね、面白みがない。だからもう J リーグをね、どうにか変えないと、これはちょっと正しくないなって。こう、もうこれはね、よろしくないね。よろしくないよね。だけどまあ、まあ当事者やからあんま言いづらいよ、そういうの。わ、それはわかります。奈良さんだってそういうね、いつも真中にいるだけなんで、あんまりこう反発的なことされないって。奈良さんはね、大人、俺と違ってね、全くこう問題になりそうなところに口出さないっていうのはもうずっと分かってるんですからね。口出さないことないよ。お前の問題を和らげてうまくそれを向こうを怒らせないように問題提起するっていう。まあまあ、ありがとうございます、そう言ってくれるだけでもね。テクニックや。で、奈良さんの引退試合とかは？俺はいいよ。何そういうのって。いや、なんかね、計画されてたんやけど、なるべく無視してたらなくなって。無視してたらってどういうこと？違う、いらないやん。いらないんじゃなくて、奈良さんも日本の宝もちょっと違いますよ。俺はまあいいんだよ。お前があれちょっと来たかったわけでしょ。それはもうだって奈良さんと一緒に住めるもんなら住んでみたいぐらいですね。いらないわ。いらなくは、そういうなんかね、俺をこうなんか突き飛ばすような言葉ね、それが俺好きなんですよね。実はね。好きなんかい。はい。ちょっとお前には目向いてねえぞっていう、こうそういう感じ。俺奈良さんいつもそれだったんで好きですよ、間違いない。やりましょう、二人のやつやりましょうよ。じゃ俺らだけで。だけで。そう。それは場所も全然変わってくるやないかな、それ。俺全然どこでも市民的なところでいいんですよ、これ。市民的なところ。2000、3000ぐらいのこうワイワイできるところでいいんじゃないですか、これ。なんかそのまま引退試合終わって、そのままそこのね、グラウンドでこうセレモニーみたいにやって、缶ビールとか出されてそこで飲むっていう。そっちがメインだから。そっちでいいんじゃないですか、みんな集まってさ、結局ボンバーとかいじったりして、吉川さんいじったりして。ボンバーすぐ帰っちゃうし、カフェオレで。何すか？カフェオレで済ますじゃないですか。いや、あれはないっすよね。俺と奈良さんのもうがっかり動画。おい、やっと俺ら頑張ったぞ。おい、もうちょっとさ、明日俺別で帰るんで、ちょっと一緒に行きましょうってなって。あれはひどいっすよね。まあしょうがないよ、なんとも言えんわあいつは。まあ本当に今日、いろいろこう親父話、お互いの親父話。ありがとうございます、奈良さん。親父話やもん。奈良さんにはもう数々のね、ところでね、助けてもらったのもそうですし、もう兄貴のような存在ですし、これからもね、変わりはないと思うんですけど、こうできるようなちょっとメッセージくださいよ、本当に。今後のことは、はい、神の水を知るから。いやいや、しっかりお祈りしてる時によく神様に聞いといてくれ。やっぱりこの形だわ。まだ引き続き第2弾ということで、まあこれは多分ね、50、60ぐらいいけたらいいなと。こう思う。第2弾もあんの？第2弾じゃ済まないっすよ。済まない。第3、4、5も50ぐらいまでいけたらね。今何歳でしたっけ、奈良さん。俺45になったよ。まあ45までいったらこう、
ね、やめましょうじゃん。お前40になったのかな。40ですよ。汚ねえおっさん。おっさんがおっさんのこと言うな。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。またよろしくお願いします。すいません。はい。Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Esse alguém sou eu Vivendo sozinho Por alguém que não vive mais do meu lado Será? Oh,